皆さんこんにちは、クミトコナインです。こうして皆さんとお会いできたことに感謝いたします。ということでですね、今回も桐生恵比寿港のお祭りの雰囲気からスタートです。この活気ある景色、きらびやかなお宝、いつ見てもいいですね。それでは12月の出店情報をご案内いたします。12月の川崎大師の出店はこの後大晦日までありませんので、人混みが苦手な方は 4,5 日のどちらかに行かれることをお勧めいたします。以上が親方の12月の出店予定です。なお12月10日の大宮氷川神社十日町は熊手市のみの開催なので、七色香り本舗の出店はありません。12月は他にも出店がありますが、決まり次第このチャンネルで告知しますので、チャンネル登録プラスベルマークボタンをオンに設定してお待ちください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この後桐生恵比寿港での未公開動画を流しますので、興味のある方は引き続きお楽しみください。それでは。こっからがメインだからね。じゃあその中に入る分も、こっちはね、3000円。じゃあこの大きいの、大きいの、黒っぽいのと白っぽいのがある。おまけで入れとくか。何色がいい？これがいいの？茶色、茶色いやつ。孫に言われると弱いの。そうだね。さあ、ひょうさんからは駒が出るという意味のもの。孫です。若いおじいちゃんだね。ここはよく言われます。若いよ。でこれ濡れた布巾で拭かないで空拭きして使ってくださいね。はい、氷炭からは駒が出るという縁起物ね、孫の代まで持ちます。おすごい。まあそうらしいです。ここに中身サービスに入れといた。ありがとうございます。さあこっちはね、保存は冷蔵庫の冷凍してしまっておいてください。はい、さあ全部で4000になりますね。さあ風味香りから香り風味、需要薬用な内容でございます。甘い辛いはお好みで調合いたします。さあ300年の伝統秘伝の香りから、さあ風味一番となっております。どうもすいません、ありがとうございます。おっきくなったら買いに来てね、はい、辛いところ辛いところどうもありがとうございます。秘伝の中辛中辛、はい、次作りますから、ね、さあこれもね、一般ご家庭大衆向けの辛さが中辛、さあ同名産物江戸土産、さあ薬用七色中辛、300年の伝統中辛、さあ海苔の香りを味わいましょう。これにごま、さあ山椒の香り、さあ中辛にはまず一杯シングル、さあごひいきご愛嬌、これもねダブルでいきましょう。さあこれもねダブルダブルサービスね、これも中辛、さあ作り置き詰め合わせているものはございません。お客様に合わせて完全調合中でございます。風味香りから香り風味、薬用七色しみとがらし、まあ、お客様に合わせて完全調合いたします。さあどうぞ。中辛、はい、あと香り高くの一味1つ、香り高くの一味1味ね。さあこれ中辛と一味唐辛子、さあこれも一般のご家庭大衆向けの辛さが中辛、さあ江戸の名産物から江戸土産七色中辛、さあ海苔の香りからごま山椒の香り、さあ中辛にはまず一杯シングル、さあお兄さんの気持ちがいて、これダブルでいきましょう。これ私の気持ちです。これは中辛、さあ作り置き詰め合わせているものはございません。お客様に合わせて完全調合中でございます。サンドサンドの食卓の友でございます。さあこちら四国讃岐の名産物、八つ房の切り込み、鷹の爪の純物の辛いところから、さあまずねこれもねシングルからいきましょう。さあこれもねダブル、さあこれもねダブルダブルサービス、まあ、ダブルからトリプルね、さあスペシャルサービス、さあお兄さんの気持ち、もっとね山盛り満タンだ。やけくそ、お客さん入ったから、そうじゃなくちゃね。美味しくね召し上がってください。ありがとうございます。香りで味わいましょう。さあお父さん、ダブルでお兄さんまたね買いに来てください。はい、このね中辛、どうもありがとうございました。ありがとうございます。中辛と大辛2個ずつ、さあ焼いた焼きそばらしを送る、いっぱい洗いところ、これが大辛、さあ磯の香りを味わいましょう。江戸松葉が海苔の香りからごま趣味体験始まっちゃったよ。はい、はい、頼むよ。シュー、有田はシュー、有田は
みかんの皮を乾燥させたもの粉末したもの、したもの、はい、学名は陳皮こちらは東京和紙だ。ちょっと待って、お客さんにね、見えるようにね、ちょっとこうやってやるから親方でかいんだもん、これそうだよ、俺のもっと小さいもん、うちにあるのそのね、みんなに分かってもらいたいな。あー、なるほど。はい、東京和紙は慈恵会医大病院におきましては学名は陳皮ね。はい、もう続きますね。はい、はい、磯の風味は味わいましょう。松葉のように細かく香りを加えます。さあ、大神にはまずいっぱいシングル、さあ、ごひいきご愛嬌、これもダブルでいきましょう。さあ、このね、辛味を加えたところが大辛。300円、300万円300円じゃあ、はい、はい、お釣りはないよ。何この数字1000万円。お釣りいるの、いるの、え、お釣りはあれだからね、これね3つ買えばいいんじゃん、3つ買えばそうそう、そういうこと、3つ買って、うん、あとは100円ご主義、うん、当たりましょうで、何、中身買わないの。あ、中身は変わってるお客さんだちょっとずつね、本当に缶だけ？本当に缶だけ。変わってるよ。変わってるな。じゃなくて本当に買うの？買うでしょ。そういうのあかんてんですね。あかんてんですね。さあ、甘い辛いはいかようにでも調合いたします。それでね、ね、はい、あ、やっぱ買うの。あ、そういうの。買わないです。買わないです。何？ね、大辛。大辛。のりおめ。のりおめ。1個で3つ入るの、ああ、もう全然余っちゃ う, ちゃう大柄のりおめね、大柄のりおめ、じゃあこれ大柄のりおめはい、大柄のりおめ、はい、ちょはい、ちょはい、大柄のりおめだよ、これ通常の量で1つ、通常の量で、それ言ってもらえないと分からない。さあ、じゃあ大辛のりおめでいきましょうね。さあ、まずは辛さのベース中辛、まあ、七味唐辛子は風味と香り、香りと風味で味わいましょう、秘伝の香りから。さあ、大辛になりますと、これに辛味を加えたところが大辛、鷹の爪の純物の辛いところから、ただいま混ざりました中辛。さあ、これに焼いた焼き唐辛子を加えて辛口、これが大辛になります。さらに香りを加えましょう、磯の香りから、松葉型海苔の香りから特製、これにごまの香り、うちの七味唐辛子、この山椒の香りが余計に入ります、風味一番から。さあ、大柄にはまずシングル1杯の負けから、うん、さあ、ごひいきご愛嬌、これもね、ダブルでいきましょう。さあ、これね、辛味を加えます。辛いところ大柄、さあね、これ海苔ね、たっぷり入れていきましょう。さあ、風味1番からね、海苔多め、はい、さあね、風味1番でございます。よろしいでしょうか。よろしくお願いしますさあ、これね、大柄、海苔多め、さあ、風味1番でございますね。甘い辛いはお好みで調合いたします。さあ、お兄さんお姉さんはちょっと量多いんじゃないのこれ、減らしていいの、営業の前にはちょっと向こう行って営業の前にはちょっと向こう行ってひでえな石井ちゃん、さあ、はい、石井ちゃんには当たりが強い中辛3勝おめで、じゃあそれをそれ手の3つ全部3勝おめで、はい、でもいいです、あれマジじゃないね、シャネルの知らないですよ普通のそれはビニール袋です愛情込めて作る